なんかいつもみんなココですって言ってるからなんかちょっと変な感じなんですけど、今週はですねメンバー一人ずつの久しぶりに終盤日誌をお送りしたいと思います。今日私大野美京がですねこの間やったバースデーライブについてお話ししたいと思います。この後すぐです。お楽しみに。改めましてこんばんは、小野美京です。まあ、今週は久しぶりに終盤日誌をお送りするわけなんですけども、今日は6月の19日に、私のバースデーライブをやったわけなんですけども、それについてお話ししたいと思います。初めてのねバースデーライブで、私にとってはまあ20歳になって成人を迎えるっていう記念っていうか、まあ、そういう意味もあってバースデーライブは本当に今まで以上になんか思い出深いものになったんじゃないかなとは思うんですけども、なんかなんせ初めてなことで、なんかどうしよう、何をやったらいいんだろう、何をやったらみんなが楽しんでくれるかななんていろいろ考えて、まあ初めてシリーズを三つばかしやったわけなんですけど、まあ洋楽も洋楽でワンファインデイという歌をねオープニングで歌って、あとはねどっちかっていうとあのライブをフランスっぽいイメージでちょっとおしゃれにやりたかったんですよ。まあちょっと最初のイメージしたのと崩れてしまったんですけど、その中にねフランス語の歌もね入れようっていうことで、エルザっていう人がいるんですけど、私と大体同じぐらいの年の女の子で、その子が歌ってる歌でねセビアンセマルという歌があるんですけど、それをね和訳にしてその歌を歌ってね、途中でみんながなんだこの歌聞いたことねえぞみたいな顔してね聞いてたんですけど、実はね本当はその話に触れたかったんですけど、一応ねそのフランスのイメージっていうのをイメージしてフランス語の歌をね歌ったんですよ。あとはねもう一つは初めてだったんですけど、このライブのために私が初めて作詞に挑戦して、タイトルも言うのは恥ずかしいんですけど、あの空のようにというねタイトルをつけて、まあ短いんですけど歌を歌ったんですよ。でまあ全然ね詩なんて書いたことないし、いつもマキちゃんのシャボンのため息とか、あといろいろねマキちゃんの詩をね見たりとかして、あすごいな、私には絶対無理だろうなと思ったんだけど、急遽、まあ、やってみたいっていうことで自分でやったんですけど、ほんと全然考えらんなくて、でなんかああいう詩ってマキちゃんとかも言ったんだけど、やっぱりその時の自分の気分にすごい左右されちゃうから、最初ねすごく何にもできなくて何にも考えらんなくて、でもどうしようどうしようっていうことばっかだったから結構暗い詩になっちゃって、でこれはダメだっていうことで新たに書き直して、でまた曲とかも聴き直して、でまあ自分なりになんか空とか雲とかそういうね自然のイメージをまあ自分でまあそういう風にイメージして詩を書いたんですけど、なんかね見せるのも恥ずかしいし聞かせるのも恥ずかしいし、別に歌上手じゃないからどうしようとか思ったんだけど、なんとかね出来上がってすごいいい詩に仕上がったんじゃないかなんて言われて褒められてね、ちょっとね自信がついて、これからね少しずつでもいいから自分で詩を書き溜めていきたらなっていうので、これをきっかけになんかすごい自信がついたというか、またやってみようって気になって、まあ今回は本当にそんな感じでいろいろね自分なりに挑戦したこともあって、まあ自分で企画も立てたし、まあこれからねまあもうすぐ、まあここもねそういうなんて言うんだろう解散が近くなって、解散だ解散だって言われるようになってしまって、でねまたソロでやっていくのに大事なことだよって言われたりとかもしてね、結構プレッシャーになったんですけども、まあこれからねいろんな面ですごく勉強になったんじゃないかなっていうので、これはすごくいいライブだったんじゃないかと自分では思っております。またねでもこういうこともやってみたいし、これからまだまだココとして一生懸命頑張っていきたいんで、ぜひ皆さん応援してください。この新曲を聴いてください。You are my treasure です。
というわけで、まあ今日は6月19日にやったインクスティックのライブについてお話をしたわけなんですけども、まあね、またね、これから先いろいろ自分で挑戦していきたいこともあるんで、皆さんどうぞ期待しててください。というわけで今日ねお話しした感想や、またはこんな話してほしいよというおはがきをたくさん待っています。今日の終盤の話でもいいし、それからこの間やったライブのことでも何でもいいんで、ぜひぜひおはがきをたくさんください。郵便番号 100-87 日本放送ピンクワンダーランドここ1番大野美京の終盤2週係まで待ってます。それではまた明日、バイバイ。